で今回のの問題レッスン5の1番な。で、これのまあとりあえずその並べ替えが終わってからじゃないと本部に入れないから、えー、並べ替えだけ先にやるんだけどさ <laughs> でこの中で一番大、ね、変面白いだねえっ、ー、とねどうだろうな。えー、B まず見てね。 それから D いな、はい、でなんでこれだけを見たかっていうと同じものが出てくるからだその意味では同じ形の反復体内どっちもチャールズ二世からてで内容は全く関係ないよ。 内容は全く関係ないけどこの状況でいいか連続するかどうかは分かんないよ真ん中に何か入るかもしれないだけど少なくともこの順番であることは分かった順番的にはこっちが先でこっちが後でなければいけないさあ一体その理由は何だろうえそれはもちろんこれだよ説明付きから説明なしねつまりこの言葉が入っている方が先でなければいけない 一番最初にに出てききたとそれが何者であるるかを明示する2回目はもういい。ねこれも全く同じ手を東大が使ったことがかつてあるよね。えあれは3年前ぐらいの問題かなねえ人名が出てくるんだけどねフルネームで出てくる,出てくる時つまりファーストネームとセカンドネーム両方書いてある時と名字だけが書いてある時とあるんだよね。で名字だけの方が後から出るんだ最初に出た時にフルネームを言う。で単純にそれだけのことは中身は関係ないんだよ。 何が書いてあるかどうせ知った方がじゃないの単純にそれだけのことなのいいかいそこを認められないとこの問題はできるようにならないよねっケガねそこを感じない人で、ね、そんなこと言ったってやっぱ中読まないとどっちが先で書か,かそんなことはないの <laughs> ね言葉を書くっていうのはちゃんとそういう制約やルールの下で動いてるからそれをでたらめにやるやつはいないのさあそれから次今度、ね、目つけるとこはね死だと思うぞ死 C もち,ちゃんとやりちゃんとおり読むけどまあ今は一旦便宜上はいこう書いてある でこう書いいててあって一番のポイントはなんだい、えー、これ見た時にあここは絶対手がかりになるなと特にこの部分はねピリオドまで見てからだけど、えー、ピリオドまで書いてないかどまあめんどくさいから書いてないだけで、えー、ピリオドまで見てからあこいつは手がかりになるなと思うよねなんで?「モアがあるだけで残以下がない」えー「えんなことはありえない」ね「ないはずはない」「これ B があるはず」「ないじゃないか」って人それは省略されてる でなんで省略されてるんだって言ったらそれはもちろん前と同じだからでしょで前に同じものがあるからだよ。なでそしてじゃあ同じものがあるってことはさしかもほら比較の対象だからい外、えー、ここにある何かはこの本文のどっかと同じ形の反復になってるわけでしょどっかとね。 ね、でそうすると多分この表現に当たるものがあるわけだこれが丸ごとそのままいるかそうするとすれば例えばこのディファインと何かが違うとかねあるいはこれと似てるけれどもこれと違うものがいるかえどっちかなんだよね。でそこでこのインストウェストコーディネートに当たる何かがどっかにないのかというんで探してみると、えー、選択肢の何番だっけ e, e に、えー、最後だよ These north-south r d i n a t e s were called on latitude. はいこうでこれが出てくるのでああじゃあこいつが前にあればそれを省略することはできるってことは少なくとも C よりも前に E がある E は間違いなく C より上であるいやそれだけじゃないこの紹介の仕方が参考になる何がねええー、この n o r s ウ c o r d i n a t e s が「LATITUDE」と呼ばれるといってこうイコールなんだよねでこうやってほら 中身があってで名前があるでこれもよくある説明の順番だよね最初に中身を定義してそれから説明へ行くあのその名前をつけるでそのラティいュードがしかもあの井戸であることはまあ中がついてるかわかるでさすがにさまあ東大受けようって学生ならさ井戸って言われりゃ軽度はどうしたって当然思うわけだよね でしかも中見るとありがたいことにロンジ中度っていう中がついているそれは軽度であるって書いてあるんだね。で友達じ軽度っていうのは当然こいつのこと言ってるはずだからあーイーストの T がねえや。ね、でイースト・ウェストのコーディネイツになってるはずだからあ大が1個足りないもんかもう全然朝一でまだ寝てるんだよね <laughs> だんだん目が覚めるから大丈夫だよ。で,でそういう状態だろするとこいつがあるからこそ軽度が出てくるんでこれが一度も出てきていないのにいきなりロンジ中だけ言うはずないこともわかるよね。 つまりロンジチュードが出てくる選択肢はみんな C よりも後ろなんだよ。ねでじゃあロンジチュードが選択肢あの要するに表現の中に1回でもロンジチュードが出てくる選択肢を探すと、えー、まず A まぜ、えー、それから、えー、と B、えー、それからあとは D だっけまあ D は別に B より後ろなんだから、えー、ロンジチュードが出てこると出てこないなと関係ないなこれ。 えこうだだよよねそと A も B も B、えー、C より後ろだとおるこれでさもう分かっちゃうじゃないまずは必ず頭の2つは EC だよだって C よりも前に来ることができるのは E だけでそれ以外はみんな C より後ろなんだろなだから EC だよ最初は。であとは、まあ、B と D は順番こうなんであとは A がこの位置で。 この順番なのかあるいはこの位置なのかあるいはこの位置なのかえそれを決めてやれば終わりだろうでそこで A の一番最初を見るんだよねえそうそう The difficulty in calculating longitude became particularly serious from the 15th century onwards この 15th century にしていくの A は 15世紀と書いてあり B には1674年という年号が書いてあるこれどう考えてもこっちの方は後に書くべきだよね年号的に15世紀ってのは1400年代だからえ1700年代のが後ろでしょそうするとこれどう考えても順番があると A が先なんでよねで B と D の順番は B が先で D が後って決まってんだからそうするとふと気がついたらもうこれで並ん何んじゃん E、C、A、B、D だよ ね、ただし何が書いてあるのか知らないねだってまだ読んでないんだろうこれから読むんだよ順番に <laughs> 順番が分かったから初めて読むことができる内容を読んでさきれいなね一番情けなやりがつやつがいてそれぞれの落の内容を書いてね <laughs> 内容を書いてからさその内容を全部読んだあとに順番に一生懸命並べてみて <laughs> そんな大変なこと誰がするんだろう ね、そんな大変な問題だったらで高々か2時間弱で試験時間にそんなこと出すわけがないの、ね。っていうことなんだよはいそんだけまあ言ってみればこれはこの問題のすべてだねでこれがもっとずっと優しくなったやつがセンター試験さセンター試験の中にあに文章のね並べ替えの問題出てくるけど <laughs> あれは実に優しいよねでただやっぱり発想は同じで中身なんか見てる暇はない中身なんか見てる必要もないし そういういこと、表現上の特徴をよく考えて、えー、こういうものがあるということは前にこれがいるはずとか、えー、こういうものがあるということは後にこれがないとおかしいとか、えー、そういうことをちゃんと考えるんだよ。はいまあ一応そんなところでよろしいかい